車メーカーのフォルクスワーゲンってあるじゃないですか。でフォルクスワーゲンが提唱しているファンセオリーっていうねプロジェクトがあって、これすごく面白いんですけど、そのファンセオリーのプロジェクトで、ゴミ箱にねある仕掛けをしたんですよね。ある仕掛けをしたんです。でそれはどういう仕掛けかっていうと、ゴミを入れるとねバタンとかねポヨンとかねそういうようなこうちょっとこう面白い音が出るっていうね、ことやったらですね、まあ、ゴミの回収量が倍になったっていうねことがあったりとか、実験したりとかですね。あとはエレベーターの横にですね、エスカレーターか、エスカレーターの横に、まあ、実際のこう階段があってですね、その階段を、まあ、いかに利用させるかっていうところで、階段をこう踏んでいくとですね、子供の、ピアノの音が流れるようなね、仕組みを作ったらですね、利用者がそっちに流れていったっていうのがあって、うん、だから人間のその何かこう行動に対して楽しい要素を入れていくっていうね、楽しい要素を入れていくっていうところに、その、まあ、社会課題だったりとかね、商品のが売れていくとかねっていうのがあると思うので、そういうところの要素ですね、そういうところの要素とかっていうのを入れていくといいかなと思うんですよね。だから、まあ、iPhone とかね見てて思うのは、まあ、素晴らしいねプロダクトではあるし、まあ、買い替えていくんですけれども、まあ、年々そんなにこう進化がないっていうね、カメラの進化ぐらいかなっていうところもあるし、なんか Apple Intelligence もねまだ使えないのかみたいなところもあるしね、あんまりこうサプライズがなくなってるじゃないですか。だからもう商品のその性能に結構限界が来てるのはありますよね。もう進化の限界が来てるっていうのは、アクションカメラもそうですよね。だから今回の GoPro 13もそうだし、ほぼなんか筐体はもう2世代前ぐらいのだしね、だからもうレンズ交換式に変えていくみたいなところがあって、それってアクションカメラに求められてるものなのかみたいなねところもあったりするしね。あと DJI の Osmo Action 5もどうやらあんまり進化ないんじゃないかみたいなこと言われてるんですよね。そうなんですよね、だから何かやっぱりもうプロダクトの進化っていうことはそれはそれで企業としてはやっていくんだけれども、それ以外の何か消費者の行動を変えていくようなねなんか要素とかっていうのをやっぱり織り込んでいくね必要があるかなというふうに思いました。はい、ですね。はい、まあ、そんな形でメグリズムおすすめですので、ぜひ皆さん使ってみてください。よしおんでした。それではまた。